第20装甲旅団、メルキシェス・ザウアーラントは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。第7装甲師団霊下にあって、旅団司令部は当初、ヘーマーに置き、後にイーザーローンへ移駐し、旅団霊下部隊は、ザウアーラント一帯に駐屯していた。1970年3月18日から1975年4月25日までは、第100戦車連隊として第一軍団直轄であった。 1957年1月11日に、ハンブルクの第3装甲師団霊下の第13装甲的団兵大隊は、シュレースビヒからヘーマーに移住した。第20装甲旅団はこの大隊を母隊に編成される。部隊表彰については3つ星と13の切り込みが、配、はい、対象が採用された。1959年の最初の再編成で、第2戦車大隊は、 第203総行的弾兵大隊に改編され、ここに第20旅団の編成計画が開始される。1961年10月に編成準備要員が組織され、1963年10月にさらに準備要員が増強された。1964年4月1日にヘーマーにて初代旅団長フリッツモーラー陸軍大佐指揮下で、 第20装甲的団兵旅団が編成され、運河の第7装甲的団兵士団霊下に入った。1965年に第7装甲的団兵士団は、第1軍団から第3軍団霊下に所属変更される。再編成は、装甲士団下への改編の結果待ちであった。したがって、士団霊下の2個旅団は改編され、そのうちの1個旅団は、 第20装甲旅団に改編される。第203装甲的弾兵大隊は、第202装甲的弾兵大隊に解消される。1965年6月初めの霊下部隊は、ヘイマーの第202装甲的弾兵大隊と、第204戦車大隊及びクップファードレーの第206補給大隊であった。1965年に、ブッパータールにて、 第203総甲的弾兵大隊が再編成される。しかし、旅団には旅団司令部中隊を除いて、砲兵大隊など有力な部隊はまだ編成されていなかった。後に、第207野戦予備大隊が面伝にて編成される。1960連隊には第20旅団霊下の2個戦闘大隊が所属し、それぞれ第110戦車大隊及び、 第120戦車大隊となりさらに1個、総攻的弾兵中隊が所属した。連隊本部中隊は、補給小隊、公兵小隊及び迫撃砲小隊で編成された。しかし式統制上の問題点が明らかとなり、本部中隊は再編成され、各小隊のうち補給小隊は中隊に格上げされ、その上で連隊は第7整備大隊を編成する。 1975年4月25日に陸軍第4次編成に基づき、第100戦車連隊は第20装甲旅団に再編成される。第110戦車大隊と第120戦車大隊は第202戦車大隊と第203戦車大隊に改編され、連隊直轄装甲的弾兵中隊と連隊本部中隊迫撃砲は統合され、 第201総行的弾兵大隊となる。連隊本部中隊公兵小隊から第200総行公兵中隊が編成される。連隊直轄補給中隊は、運ナからヘイマーに移中し、第200補給中隊となる。連隊直轄第7整備大隊は、第200整備中隊に縮小改編された。1975年10月に、 第110方兵大隊の一部を母体に、デュルメンにて、第200装甲攻砲兵大隊が編成される。第20旅団は、陸軍第4次編成で最も困難な段階に、至る。1976年7月1日から1977年6月30日までの、第三段階で、アーヘンの、第19装甲的弾兵旅団例下第191総攻的弾兵大隊を母体に、 第201走行的団兵大隊となる。この時期の旅団霊化部隊は以下の通りであった。1976年4月にヘイマーにて新編第200駆逐戦車中隊が再編成され、旅団司令部中隊はイーザーローンに移住する。陸軍第4次編成では野外演習の結果をもとに再編成が加えられる。これにより、 第191装甲的弾兵大隊及び、第201装甲的弾兵大隊が再度、旅団霊下に置かれる。1980年10月1日に、第201装甲的弾兵大隊は、第202敵弾兵大隊に、第202戦車大隊は、第204戦車大隊に解消され、アーレンに移駐する。さらに、ヘイマーには、 第201混成戦車大隊が編成された。これは1個装甲的弾兵中隊と2個戦車中隊を大隊編成に加えていた。第200駆逐戦車中隊には新型対戦車兵器システムが導入され、ホット対戦車ミサイルを装備し、そしてヘイマーからブッパータールへ移住し1990年に再びヘイマーに移中する。1983年から両団には、 レオパルトに戦車が装備される。1990年、旅団に、愛称、メルキシェス・ザウ・アーラントが与えられる。第20装甲旅団、メルキシェス・ザウ・アーラントは、冷戦後の1993年3月19日に、解体する。冷火部隊の第203戦車大隊と、第205装甲砲兵大隊は、牽制のママアーレンの、第19装甲敵弾兵旅団に配点され、 その後、第200装甲公兵中隊と同様に解体される。この間、第205装甲公兵大隊は、第19装甲的弾兵旅団と運命を共にし、第203戦車大隊及び、第200装甲公兵中隊は、アウグストドルフに移駐し、これらの部隊のみ、第21装甲旅団例下に置かれた。ありがとうございます。